それより問題は、魔女のいるであろう場所だ。小汚い細いビルの4階。エレベーターは？見当たらない。階段で上がれということか。大人になっても縦ではなく横に成長をやめずにいた僕には最初の試練だ。何かかすかに聞こえる。魔女の店のある4階から妙なメロディーが流れていることに僕は気づいた。生演奏でお出迎えか？さすが魔女。僕が来ることを予見していたか？僕は始まったばかりの夜空を見上げた。薄汚れた東京の空にも月は出る。果たして僕には月があるのか。さあ、勇気を出せ自分。今夜、魔女に会いに行くと決めたのは自分なんだから。小饭水晶饭口无煎烤パッツ熱々チャーハン食べたいのなんとかしてよどうにかしてよとにかく早く食べたいの Bambino, quattro formaggi, とろけるピッツァが食べたいの。なんでもよくない、どうでも。